ます。はい、じゃあ皆さん大きな拍手をお願いします。はい、マジャーの岡山対ジェフ千葉の一戦が行われます。 OHK では実況を生中継します。そして解説は今回もおなじみこの方です。元日本代表武田信弘さんです。お願いします。試合です。今日はそうですね、やっぱりホームということで、はい、ぜひ岡山勝たなきゃいけないですね今日はね、はい。さあ、そしてちょっと順位の方を見てみたいと思うんですが、アジアの岡山特命 PR 部女子マネージャーの三崎百瀬、三崎ちゃんお願いします。はい、現在アジアの岡山は10位、そして今日の対戦相手は6位となっています。はい、ジェフ千葉が6位ですから、プレーオフ圏内ギリギリ。そしてファジアーノとの勝ち点差が7。この戦差ですけど、どうご覧になりますか。やっぱりね、プレーオフには、はい、あの上位のチームには必ず負けられないということで、2試合分のね、はい、ポイントが必要だと思うので、そういう意味ではぜひ今日は、ね、先制点を取って勝ってほしいなと思います。勝てばグッと縮まりますからね、はい。さあ、そんな試合で皆さん、楽しみな選手が、嬉しい選手が帰ってまいりました。こちらアジアの買い物エース9番アラカペト選手。アラク思えば前回応援戦で中継した5月19日の徳島戦から新田選手のゴール生まれていませんが、今日この中継でね、また見られるといいですね。そうですね、本当にあの裏に抜けるスピードと、はい、非常にそういった泥臭いシュートで、広報校の後輩でもありますし、9番ですからね、清水東高校エースですから、はい、注目してますよこれ、はい、縁を感じずにはいられませんけれどもね、はい、はい。さあ、そして今日はこの試合の応援にこんな方も詰めかけてくれてるんですね、三崎。そうなんです、今日はね、もう地元の応援が熱いんです。学芸館高校の和太鼓部、チアリーディング部、ダンス部の皆さんがイベントを盛り上げてくれるんですよね。中継します。みんなでファジアーノを応援しましょう。